はい、YTK です。ですね、今回はこの Apple Watch のね、お話をしようかなと思ってるんですけども、これね、実は初代なんですよ。初代 Apple Watch です。で、僕はこれが2代目なんですよね。で、1代目はね、実はシリーズ3を発売日に買いました。初めてセルラー通信で単体でね、通信ができるタイプを買ったんですけども、あんまりねそこまで使わないなということですぐ売っちゃいました。で、売ったけどもやっぱりねその通知ですね、いろんな通知がここで手元で来るんはやっぱり捨てがたいなということで、通知だけだったら一番初代でいいやということでね、その時もね中古で買ったんですけども1万円で買ったんですよこれね。で、全然僕の使い方だったら初代でもう全く問題なかったんですね、こちらね。で、まあ、これをずっと愛用してたんですけども、今回シリーズ5が出たじゃないですか。で、ずっと画面常時点灯するのがいいなということでね、とうとう買っちゃったんですよね。で、それが、まあ、こちら、Apple Watchシリーズ5ですね。一番最新モデルとなっております。で、僕が Apple Watch を使ってる理由ですね、通知が手元に届くというのは本当にね便利でして、使ってるんですけども、まあ、皆さんどうですか、普段時計されてます？最近ね時計離れというね、ワードがまた出てきてるわけなんですけども、僕はねやっぱりあると便利だなと、いちいちね iPhone を取り出す必要がないので、時間を見るときでもね手元でパッてやると見れるというのはやっぱり楽かなということですね。で、僕は時計は普段してません。Apple Watch をするまではほぼというか全くしてなかったです。というのもその時計の価値がね時間しか見れないというのが僕は全然好きじゃなかったんですよね。で、よくねこの間も某超絶有名 YouTuber の方が5000万円もする、ね、時計買ってはりましたけどもね、時間を見るだけに5000万ってねすごいですよね。もう本当に僕にとったら時計というのはもう金持ちの象徴。その時間を見るだけでねまあね何百万何十万出す人いてるじゃないですか。僕にとったらもう数万円でもコスパ悪すぎるなと、もうこれ完全に貧乏人の考えなんですけどもね、やっぱりそのコスパがあまりにも悪すぎる時計というのがね。で、その点この Apple Watch っていうのはね、まあ時間だけじゃなく気温もね、僕どっちかというと気温の方をよく見てます。この左上の方にねここに気温が書いてるんですけども、こちらの方をねよく見てます、時間と一緒にね。で、それだけじゃなくて LINE だとか、あと iMessage ですね、メッセージの通知でメール、あとストラバーでその他の情報もねすぐ手元に届きます。で、僕がね意外とよく活用しているのが電話なんですよ。これでね電話もできます。だからこうなんすかね昔のウルトラ警備隊のねような感じでこうやって口元に持ってきてね通話するんですよ。で、そんな恥ずかしいこと要せんわという思うんですけども、僕も普通ね人混みのある中ではそんなことしないんですけども、田舎道だとねまあ歩いてる人まあいないんでね大声で喋っても全然問題ないんですわ。ということで自分の場合はこれでねよく通話もしてますね。いちいち iPhone 取り出すよりもね手元でパッとやる方がね絶対早いんで、よくこれで通話もしてます。ということで僕にとってはこの Apple Watch っていうね付加価値が非常に多いんですよ。で、それでいてね僕の場合これ1万円で買うたんですよね。で、この子が何倍やったかな、これセルラーモデルを買っちゃったんで5万円ぐらいするのかな。でも時計にしたら安いですよね。で、付加価値考えると5万円ってもう全然ね安いと僕の中では思ってます。で、あともう一つね僕がこの Apple Watch の好きな理由としてはね、これ流通がねこっちに来てるの分かります？てかそもそも僕これ右手につけてるの分かります？というのもね僕左利きなんですよ。もうほぼっていうかもう全てのことをね左手でやっております。左利きに対応した時計というのが本当に欲しかったんですよ。どうしてもね普通の時計をねする分には全然問題ないんですけども、流通がねこっちに来るんですよね。そうするとこううなるんですわね。だけどApple Watchの場合上下逆さまにして使えるんでね、右手左手用という設定があるんで、リューズをこっちの方にね持ってこれるんですよ。もうこれがねすごく楽、左利きの人にとってはこんなに楽なことは本当にないんですよね。本当にね左利きってねものすごい迫害受けてるんですよ。改札通る時だとかね、であと自動販売機もねコイン入れる側が右側にあったりとかね、であとまあもう今でこそ使わないですけども、公衆電話もね手がクロスになったりだとかね、バイキング行ったらねこうスープあるじゃない、スープねこうなんかタングみたいに入ってるじゃない。でお玉がねこんななんかこうわかります、卵型のお玉になってるようあるじゃないですか。こう先っぽが細くなっててね、そっちで注ぐようになってるやつ、あれね左手で取ったらねもう逆になるんですよ。こうなるんですよわかるかな完全に右手で取ることしか考えてやがらないんでね、めっちゃ腹立つんですよ。まあ、そんな感じでね僕も本当左利きの人にとってはねこの右利き社会って本当に不便でね、だから僕昔からねその多数決でね多数派に入るのが大嫌いでね、すぐ少数派に行こうとするんですよ、もう理由関係なしにね。でまあそういう根性がねずっとあるんで、僕が有名メーカーにあまり興味がないのは、まあ、この左利きのおかげなのかなと。その長いものに巻かれるのが本当に大嫌いなんでねまあこういったこの左利きのおかげですごい偏屈な性格になったのかなとは思うんですけども、まあそれはさておきということでね、今回こちらの方を買いました。まあ開封動画の方はね、まあ、いろんなところでやってるんでそちらの方を見てください。ちょっと開けていこうかな、見えないところでねなんかね風呂敷タイプになったらしいんですよね。何でしたっけ、シリーズ4からか。はい、ということで、ね、これが本体となります。なんかね殻むきの作業があるらしいんですけども、どうかな。はい、こんな感じです。僕今回ねちっちゃいの買いました。大きさ全然ちゃうでしょ、ね、ちっちゃいので、まあこっちがね一般的に女性用でね、こっちが男性用のイメージがあるんですよ、この大きさのおかげでね。けど使ってみたらわかるんですけども、こうでかいのってね結構邪魔なんですよ。自重で下がってきたりしてね、やっぱ軽い方でいいかなということで、軽さメインでちっちゃい方にしました今回で。僕目はまだいい方なんでね、このちっちゃい画面でも全然問題はないということで、今回はちっちゃい方にしました。はい、ということでね、まあ、こちらが不要となったんですけども、ここからが実は本題です。というのもねいらなくなったんで、まあ、これ打ってもいいんですけども、まあ、今多分打ってもね 4,500 円いったらいい方かなと思うんですよ。ちょっと調べてないんで分かんないんでね、僕が買ったのがもう、何年 ?1、2 年前の時の段階で、1万円だったんでね。ということで、今回こちらの方をね視聴者の方にプレゼントしようかなと思ってます、この Apple Watch。初代なんで今言うた通りね通知ぐらいしかあんま使い道ないです。一応心拍測れるんですけども、その心拍のデータをねハートレートのデータをガーミンに飛ばしたりとかもできないんですよ。これはまあシリーズ5でもできないんですけどもね。ということであんまり自転車で使っててもねそこまで価値はないんですけども、まあ手元に通知来るというのは便利なんでね、ぜひ一度、今まで Apple Watch ね気になってたけどね高くで買えなかったとかね、で、まあ、気になるだけであんまり興味なかったという人もねいっぺんもしこれよかったら使ってみてください。でバンドの方はねもうだいぶ汚いんでね、これはちょっとつけません、もう捨てます。こちらねもうだいぶ僕の手垢で汚れてるんでね。でこのバンドのサイズなんですけども、この大きい方のねApple Watchのサイズだったら今の市販されているやつでもつきます、多分いけると思う、問題ないと思う。ということでバンドは自分で買うてください。ということで、今回こちらのね一番初代のApple Watchをプレゼントしようかなと。で今回ねタイトルとかにはサムネイルもプレゼント企画を歌ってないんですよね。ということで最後まで見てくれた方という、僕のファンの人に限ったプレゼント企画というね、シークレットプレゼント企画ということでプレゼントさせていただきます。で、応募方法なんですけども、僕のツイッターの方で今回の動画告知してるんで、それをリツイートしてください。リツイートした人がもうプレゼントの対象とします。で、無言リツイートで構わないです。コメントなしでね、単なるリツイートで構わないです。で、くださいとか書いちゃうとね、逆に知らせてしまうことになるんで、無言でできるだけしてくださいね。ということで、今回こちらの方プレゼントします。で、応募の期限ですけども、今月末ということで9月30日の23時59分までとします。それ以降のリツイートは無効ということでね、抽選をそこでしようかなと思いますね。で、必ず DM が受け取れるようにしてください。Twitter のね、DM が受け取れないというのが発覚したら、落選ということで次の方を抽選します。必ず DM でね、僕からの DM が受け取れるようにしておいてくださいね。はい、ということで今回は、Apple Watch のシリーズ5を買ったついでに、こちらの初代の方をプレゼントするという内容の動画でございました。はい、ということでね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。